はい、ということで今日の動画なんですけど、皆さんご覧ください。いきますよ。スケートボードのタイヤっていくよ。はい、とりあえずエンドレスじゃん。で、ちょっとこっち来てほしいです。はい、りあちゃんもういで。はい、総合 TV のお時間です。今日の動画なんですけど、スケートボードのタイヤの付け方とスクーターのタイヤの付け方って全然違うんですよ。もう一回いきます。めちゃくちゃ回るじゃん、りあちゃん、ほら。で、しかもガタが少し残る。まあガタ少しスクーターもあっても、まあ多少は大丈夫です。ですが回り具合全然違う。ちょっと、はい、スクーターのタイヤいくよ。ストップ。え？ストップ。で、スクーターって全然回らなくていいんですよ。乗った時にスムーズかスムーズじゃないかっていうので見てる。で、これ僕の予備スクーターだけど、あ、そこ光ったの。かなちゃんの携帯になってね。はい、次のは僕のスクーターもね、全然滑んない、全然回んない。でもこれはベアリング少し新しくしたんで、まあちょっとさっきよりは回るけど、スケボーに比べてみ、こんなにウィールでかいのに回んないんだよ。ってことは何が違うか。まず結構僕本気で締めてるタイヤもね、うん、でもスケボーってさっきかなちゃん見たじゃん、ガタが残ってんじゃん。ガタ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 。ここさ4回も来た。もう4回来た。スクーターデポ。いや、はい、とりあえず僕がどうやってタイヤ締めてるかお見せしますね。はい、いきます。はい、モンキーと6で、はい、なちょっと前タイヤだけなんですけど、まずとりあえず取り外しますね。はい、こっからこっから、はい、この状態めっちゃ緩い状態だとさっきよりは回るね。本当だー。けどスクーターってまあいいよ、もう全部締めちゃいます。僕がどんぐらい締めるかちょっとお見せしますね。僕ね結構ガチガチにわざと締めてます。レディーセットゴー。はい、これが違い。だからスクーターってめっちゃ強く締めてる。でもスムーズだったらいい。乗った時にスムーズだったら大丈夫。乗ってる時に滑らかだったら大丈夫。けど乗ってる時にガクガクっていう音が鳴ったら、この中のベアリングを変えないとダメ。そう、乗ってる時にバッブッってなったら変えないとダメ。 OK。 喋り出したらベアリングがね変えないとダメ。で、このヘッドセットも全く一緒です。はい、なのでサムネだけ撮ってこの動画をおしまいにしたいんですけど、なのでもう一回言います。結構お問い合わせがありました。スクーターのタイヤってあんまり回らないんですかねみたいな。なのでしっかり締めてるからです。で、緩くしずにしっかり締めます。スクーターのタイヤは以上です。いいね、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。